はい、お待たせいたしました。選手の準備が整ったようですので、2回戦の模様を早速見ていきましょう。はい、第12期プロクイーン決定戦ベスト8 A 卓2回戦東杯の開始です。はい、始まりました。トンちゃんに朝倉、ナンちゃんに手塚、シャーちゃんに結城、ペイちゃんに宮内という並びで2回戦が開始しております。1回戦は結城の少し抜けたトップで、そうですね、はい、終了しました。選択が見事に決まってね、そうですね、9万切りの場面がありましたね、はいはい、見事9万ワンコにして、うん、ダウンパーピンのドラドラのリッチを積もって4000オールと、それがまあ決定打になったかなと、はい、第1回戦でした。さあ、2局ドラはパーピンです。朝倉の親の手配が整っているように見えます。まずはシャーから切り出していきます。じゃあ手塚、じゃあ勇気の手配ですね、ドラが1枚、そして宮内と、まあ、1回戦でひとまず並びができましたが、ここからの戦い方っていうのは少しずつ変わってきますか？そうですね、勇気さんがまたポンって抜けるようなことがあると、はい、パターゲットは今度宮内さんになるという、うん、まあ、まだね、まだそこまであの極端に打ち方が変わることないんですけど、はい、手塚さんはもうラスは食えないなって感じですよね。うん、なるほど、ここでラスを引いちゃうと、まあ、だいぶこの後の3回戦の戦い方がきつくなってくるんですね。はい、よくまあ決勝戦とかでもそうなんですけど、はい、なんか勝つ優勝するためにこうボーダーがいくつとかいう話になりますけど、実際ボーダーなんてなくて、はいはい、相手との点差でしかないですからね。点差を意識した戦いをが一番重要になってきますか、ね、はい、まあ、じゃあそのよくあるボーダーがどれくらいだったっていうのはまあ結果論でしかない。そうですね、かなり大人数 で、うん、であれば、はい、数字はねもちろん出やす、うん、まとまりやすくはなりますけど、うん、4人でやってますからね。4人でやってますからね、はい、まあ、やっぱり2着のプラス 4.6 っていうところとの差ですからね、はい、手塚さんはターゲットにする宮内さんと今は 28.4 ポイント差をまくればいい、はい、そう考えると結構楽ですけどね、はい、まだ、まあ、トーナメントではよくプラストータルプラスだけど敗退とか、ありますからね、マイナスでも勝ち上がりとかありますよね、はい、あくまでそれは、まあ、その距離感の問題であって、そうですね、うん、あまり数字は意識しない方がいいですね、うん、それより並びですから、はい、さあ話しているうちに手配が少しずつまとまってきています。ここで勇気はデャンマンを切ってイースマのタスを固定しました、うん、手塚さんにテンパイが入ってますね、はい、この後この次ですね、はい、この次ですね、手塚はサブロソーのテンパイが入っています。ピンフのみですね、うん、3色手代わりもしくは単品手代わりでリーチですかね、はい、先ほどの、ローマンを引けば単矢を3色がつくというようなローキューマンの、あ、ローキューマンじゃないですね、ローキューピンの勇気のリーチなんかありましたが、それとは対照的に今回は闇手に構えているといった感じですね。やっぱり最初に言ったように手役を結構意識する方ですから、だから手塚さんのトップは結構大きくなることが多いと。これでリーチを使うんですね。これでハイスースを引いて単品になりましたので、はい、リーチといきました。この一発ラドラアリだとこのイーハンがかなり大事なんですね、はい、手の内に両半役ができれば、はい、もうほとんどリーチでいいかなと。あ、イーハンですね、ごめんなさい、イーハン、はい、イーハンできちゃえば、リーチとイーハンと、さらには、裏ドラに期待する、一発や裏ドラに期待するというような。そうですね、はい、さあ、ここで朝倉も仕掛けて、テンパイですね、うん、これはね、かなり大事なところを泣けましたからね。ダウンパーマンの3面ちゃんのテンパイです。しかし、ここで三蔵は勇気から宝珠ですね。勇気もドラドラの手配ではあったんですが、まあ、ダンシャンテンからの宝珠となってしまいました。はい、あれはつもぎりでしたかね、もしかして。三蔵はつもぎりだったように見ましたか。一発もだったかな、もしかしたら。ね。はい。ドラドラ余らずに3900の上がりとなっています。そして、迎えた手塚の親番、その2局です。うん、まあ、1回戦目トータルトップであっても強気で前に出る姿勢、そうですね、ということですね。うん、まあ、確かに逃げるにはねまだ早いですから。さあ、この2局ドラは9番です。はい、ちょっとどこまで無料なんですかという質問が来てるんでお答えします。この2回戦までは無料放送としてお届けします。3回戦目以降は、有料となりますが、そちらの、ご説明というかご案内は、2回戦が終わった時にさせていただきますので少々お待ちください。
しょうか。手塚さんがまとまれば高い、結城さん、医者みたいな。今回も全員がちょっと割と速そうな手配ですね。朝倉ドラを引いてここはダンズを切ります。とりあえずもうこんな時手塚さんも防御を考える必要ないですね。結城さんも例えばこれダーキューマンでいいぐらいですけど、はい、しかし考えています。急走、まあ、急走か、まあ、ウーソーも面白いですね、はい、これは面白いですね。この朝倉さんのダーリアンソーと、はい、まあ、この後映りますけど宮内さんのいいそうですね、大事だいいそう、はいはい、それでリアンソーを持ってないだろうと。うん、なるほど。なんでそしてリーチ宣言杯がウーソーになるよりも先に切っている方が、そうですね、簡単となった時には上がりやすいと、はい、で6球装備機でリーチも面白いんじゃないかな。安いですけどね、はい、あ、これは見事ですね。これは狙い通り、もうすごくいい選択でした。すごいですね、はい、やはりリーチドラドラ、カンニャンズのリーチをしました。さあ宮内、ここでリーチを受けての多発選択。ただね、捨て牌が一応ウーソーを切って急走を切ってリーチなんで、はい、ちょっと変則点も匂わせて。そうですね、パワー1強いですね。パワー1ドラそばであり、あ、これは出てもおかしくないけど、はい、やっぱり5を9って切り順はちょっと、うーん、そこに何か意図があるんじゃないかと考えたときにちょっとだけ嫌な感じがするって感じですかね。急走が出るのと出ないのと大違いですよね。うん、あと急走周りもちょっと打ちづらくなりますよね、はい。でまた場を見渡すと、関連層固定する理由が結構あるな、あのイーソーとリアンソーを見て。そうするとやっぱりリアンソーはちょっと臭い灰ではありますよね、はいはい、なるほど。そこまで考え、どんどん立体的に考えていくとどんどん、ただこれは出ても出ちゃいますね。ここで出てしまいました朝倉。はい、裏ドラは乗らず、ここはリーチドラドラ5200の上がりとなっています。これは結城の狙い通りといった結果になりましたね、はい。しかし、まあ、今はちょっと面白い話を田中プロからお伺いできましたね。あの単純に、まあ、表面だけ見ると見えないところまで見ていくとどんどんジャンゾーの匂いが濃くなっていく。そうですね、はい、まあ、手今の、ね、朝倉さんの手で、はい、リアンソーを打つなっていうのは難しいですけど、うん、ね、2分の1って入り目かもしれないですから、リアンソーは。だから若干その切りながらも、まあ、切るけどちょっと嫌だなっていうのはあったかもしれないですね。そうですね、はい。またね、それがマイナスポイントを背負ってると多少無理な打敗もしなきゃいけなくなってきますからね、うん、この後もそういう場面が多分増えてくると思いますけど、うん、なるほど。さあ朝倉、ドラの初が統一で手配に入っています。うん、いや、ちょっときついか。朝倉この手配はちょっとものにしたい手配です。3900の宝珠から始まった結城ですが、もうすぐに取り返して現状、うん、なんかいい感じですよね、はい、選択もうまくいってるし、うん、まあ、先ほどのウーマン切りといい、一回しないウーマン切りといい、まあ、自分のやることがいい方向に捉えてくれるといった展開に恵まれています結城、はい、さあ朝倉ドラの初をあんこにしました。これは決めたいですね。決めたいですね。こういう手配っていうのは仕掛けていった方がいいんですか、朝倉は。もう仕掛けた瞬間ドラアンコがちょっと、まあ、透けてしまいますけどまあ急所はねやっぱり泣くと思いますけどね。特にカンパは泣いちゃってもいいと思いますけどね。結構難しい選択ですよね、こういったちょっと遠目だけどドラがアンコみたいな手配で仕掛けるか仕掛けないかっていうのは、うん、はい、仕掛けた後ね、面前と同じような感覚で打てばいいだけのことではあるんですけど、うん、はい、だから急所から仕掛けてですね、何にせよ、まあ、ジャンメン立つから仕掛けるようなことをしちゃうと余計浮き彫りになっちゃうってことですよね、はい、そうですね、はい、この回もファンパイの可能性がないんで、はい、まあ、あの捨て牌に流派以外のファンパイで並んでますからね、はい、さあ桜ウーピンを引いてジャンピン切りですかね。いいシャンテンです。
で、総図で一面ずつ完成しました。手塚着々と、周りも手が進んできています。三品を引いて勇気イーシャンテン、手塚探しかけましたね。トン、はい、手塚トンを仕掛けてイーシャンテンですね。これ天杯取らずがいいですね。急走いいですね。うん、あ、はい、単品に移行していきます。天杯を取りませんでした。さあ、もう三品はつもぎり取ります。手塚この三品を知事して天杯、スッチーマンの天杯です。トンのみにはなりますが、テンパを入れました。このパーピン当たるケースは少ないですね。4、4、5、6、7から3ピン中、食い伸ばしのパターンしかないですから、パーピン当たらないです。パーピンはつもぎりです。さあ、桜、ここでテンパイ。関羽層の初ドラさんのテンパイです。待ちは現状厳しいですが、打点は十分。嘘は現状山には2枚残っています。お、積もった。あ、しかし、お、嘘積もりましたね。えつも初ドラさん2004戦の上がりとなっています。これは嬉しい上がりですね、朝倉さん。はい、まあ、一旦先輩だけど、ここから厳しいよなっていうところですぐに積もれると嬉しいですよね。そうですね。これで朝倉さんはトップ面に立ちましたね。はい、しかし、かなり上から下まで僅差の、展望状況となっています。その4曲、親は宮内、ドラは三蔵です。うん、他はマンズが多めの手配、何から切り出していきます。ユキアチョンが統一、78球の差上が見えるような手配ですね。こちらもちゃんと、うん、そうですね。全体的に少し手が重たい印象があります。今回の曲ローピンを切り出して、かなりちゃんとに寄せていきます。うん、親番ですけどね、もっと手広く構えるかなと思ったけど、ですがここでイーマン、山を引いてスーマン、もうちゃんと一直線って感じですね。手なりとして定評があるんですけどね、手なりじゃない、全然手なりじゃないですね。全然違いますね。しかも親番だから結構連チャンとかも意識すると、ね、本当に割と広めに受ける方が多くなりがちなんですが、手塚ちょっと考えています。ここはウソ切り、うん、カンパマンを引き入れて勇気一面つ完成。宮内はちゃんたに順ちゃん一直線って感じですかね。桜は勘違いの立つを入れました。おお、いいシャンテンですね。宮内すごいすごい引きですね。あんなに、はい、あっという間に総図でも一面つ完成ですが、ここはペンチーピのタツを払っていきます。勇気も総図で一面つ完成。イシャンテン、どうですかね。手塚さんの手9ピンから打った方が良さそうですね。場面見てもそうですね、まあ、なんかスーパーの真ん中ら辺がいっぱい切られてるんで、ここにもここにも9ピンの方が危ない、はい、ですからね。うん、そう、そして宮内は9ピンをポンして、純ちゃんのテンパイです。カンリャンピン、しかもパーピン重なった時結構ね強い形残りますから。うん、結構ハツを少し考えてチーピンから切り出していきます。ハツは現状パーに1枚出ている牌でしたね。
親の宮内の9ピンポンが嫌でハズを切りづらかったといったところでしょうか。うん、残ってる自敗は一応ハズとチューン、100敗はね、ハズとチューンしかないですからね。天敗になれば打つけどっていった感じですかね。そうですね、なぜかジャンゾを引いて嘘を切ってますが、ドラそばのジャンゾ気持ち悪い牌ではありますね。確かにどうするのか考えています。チュンも切りづらいし、9万も切りづらい、ジャンゾを積もぎります。雪初を重ねました。ここで一品のトイソとシーンとなるのか。初チュン1枚ずつ切れてるんですかね。そうですね、そうですね。これポンだ。はい、この初を勇気はポンして老朽ピンの転敗です。カンディアンピン対老朽ピンといった構図。しかしディアンピンは朝倉の手配にあんこでありますので、山には1枚だけ残っています。老朽ピンの方が1枚分強いですけど。そうですね、老朽ピンも決して強い牌ではないですね。2枚、残り2枚ですか。そう、引きましたね。一応ここでチューン打てるんだったらさっき打った方が良かったかな。この3層を取られてるかもしれないですよ、そうすると。なるほど、ちょっとチューンの切り出しのタイミングが若干中途半端になってしまったかもしれないって言ったところですかね。うん、まあ、難しいですけどね。この3層を取られるかどうかはもちろん分かんないです、はいはい、ですけど勝負かけるかどうかは、まあ難しい手配ではあったんですよね、はい、さあここで朝倉がローピンを、切り出して、勇気の上がりとなりました。初ドラ1、2000点の上がりです、はい、これで、トンバが終了して難波に難入していますね。難局、親は朝倉今のローピン切りってちょっと多分ね、あの9ピンポンが入ってたんで、はい、盲点になったと思うんですけ ど、でも結城さんが6球ピン固定したのは9ピンポンの前ですから、はい、この前後がちょっと勘違いして入ったかもしれないですね。なるほど、ちょっとなんか打って当たっちゃったみたいな雰囲気でしたよね。そうですね、ドラは何ですか、何曲。親の朝倉は若干、ほとんど縦牌に見えました。宮内も単位形、なんとなく手塚さんがちょっとブレてる感じはしますね、全体的に。あとね、朝倉さんもともとそこまで知らないんで、はい、分かんないですけど、まあまだ分かんないですけどね。やっぱり結城さんが調子いいのは間違いないかな。そうですね、はい、まあ、自分のやっていることとツモがよく噛み合ってるような印象ですね。こういうふうに自分の意図しているところとに応えてくれるように妻が来ると気持ちよく打てますよね、うん、思い切って。そうですね、手塚のちょっとずれてる感じっていうのはなんかこう打牌に迷いがあるっていうかね。今のチュンの切り遅れたのに今はやっぱり打ってちゃったとか、なんとなく打たないか、打つんだったらもうちょっと早く打つタイミングがあったのにっていうような曲でしたよ ね、先ほどの順は。そこで打つなら、打てるなら、さらにその結城さんの仕掛けが入った後でしたから、そこで打てるならもうちょっと前に打てたかなっていう、まあ分かんないんですよね、そのこっちでやってるのと、はい、解説してるのと卓上にいるのとちょっと違いますからね。確かに先ほど勇気の選択によってはチュンが当たりになるケースもまあなかったわけではなかったですからね。特に何だろうな、一番なんか
最初に難をダブナン放縦しちゃってラスに折っちゃったじゃないですか、はい、あの2着目から手塚さんが、はい、ああいうのがね結構響いてくる、うーん、あれに後悔がなければいいんだけど、はい、もしかしたらそういうのを引きずってるかもしれないですね、うん、2件リーチに対してちょっと無理をした形での放縦相はなってしまいました、1回戦。さあ、どんどん出会いが進んでますね、朝倉が現状イーシャンテンでドラがポッコリ浮いているような形、そして先ほど哲学がドラナを重ねてこのイーシャンテンです。これで多発選択になりました。ここはペーですね。まあ難は基本的に泣けないものと考えての今の選択となりますね。そうですね、雀荘3枚切れ、輸送1枚切れって感じですけどね。一応これでチートイツの天敗です。宮内、タンヤをチートイツ、3ピン短期です。ここでもし朝倉が難を重ねてしまうようなことがあると、そうですね、6球ピン引きも3ピン打ちになるかもしれないですよ、この順目だと。ああ、そうか、そうですね。現状天敗しているのは宮内のみです。街が変わるかもしれないですけど ね本当はね、はい、なんかいい牌でリーチかけたいんですけど、うん、結城さんはもう明らかな、なんかチートイツ模様って感じですね、はい、しかし、他はまだテンパイがなかなか入りません。ここのジャーマンで止まりました。つもり入りですね。ピン切るってことは難打つこともありえますね、朝倉さん。あ、なるほど。そうですよね。あの、うん、そうですね。あ、こうなったらね、3ピン。はい、これで3ピンが出てしまいました。はい、谷本チートイツ、宮内の上がりですね。3200点。すごい、まあ点数状況は僅差のままでどんどん突破していきますね。はい。全員にまだ、トップの可能性は十分に残っています。何2局、親は手塚になります。ドラマトン。しかし、今回2回戦は親の上がりがまだ生まれてないですね。そうですね。親のレンちゃんがまだない。はい、あっという間に何2局。はい。展開が早いです。急走はアンコにします。うん、で、うちは手の中でメンツが2つ完成しています。で、ピンズでイースピンターツが完成。パスを切り出します、うん、これくっつきの広い範囲というかね、手広い範囲を残す傾向ありますね、うん、朝倉さんは8999という形にこだわらず急走ワンコで固定して。そうですね、例えば今ウーマンローピンって切ると、はい、綺麗なピンフのイシャンテン、いやリアシャンテンにはなるんですけど、はいはい、もっともっと手を広げようっていう打ち方ですね、うん、手塚は自敗の処理がだいぶ済んできた感じですね。換算ピンのタツを引き入れてグッといい形になりました。ここでタツ選択、何の統一落とし、ピン風にしましたね、はい、まあ、言ってからタイヤオにもなるんで、はい、難切りはまあ打点を重視した打ち方と、うん、まあ、マックス単品まで見てる、ね、そうですね。これ上がりやすさで言ったら、はい、あーでもリチかける、上がりやすさで言ったら3万切りとかね、はい、そのままリーチ打ちましたね、親番ってこともあって、はい、打ちました。手塚はウッパーピンのリーチピンフ、うん、まあ、これもう今までの傾向を見てると、はい、まあ、やっぱ降りてくれる相手が多いなっていうのがありますよね。そこを見てのリーチという可能性はありますよね。そうですね、まあ、まあ普通にピンフ
ピンフリーチの方がね、期待値的には多分これリーチの方がいいと、はい、いいとは思うんですけど、はい、そしてこの時点でリーチと言われてしまうと手塚の皮が、自敗と9万しかないので周りはだいぶやりづらいですよね、親のリーチに対して。これだとさあ桜さん天杯入りましたけどね、全順両ピン切ってますね、はい、ここは天杯取らずとしました。こうなるとウーピンが出る形になってきましたよ、はい、パースを切ってます。ここはウーピンを切ってしまいました。これが、手塚の当たり牌、フラドラは乗りません。リッチピン風2900の上がりとなっています。ちょっとまあ同じ勝負なら地層の方が良かったかな。自分でパースを切ってる分地層の方がそうです、ね、まっすぐ行くならいらない牌かなって言った、はい、ウーピンはやっぱ有効牌は有効牌ですからね。はい、まあ、今のは川の情報がなさすぎましたからね。そうですね、だったら手配素直に、あ、まあ、レアウマンはね5枚持ちですから打ちたくないとして、はいはい、ヤンマン素直に小さいつもぎりでもよかったかなと思いますけど、まあ、朝倉からすると裏ドラが乗ったの乗らなかったことがちょっと救いかなと。そうですね、そうですね、2900であればまだ全然やってるのでは、はい、親番がなくなっているとはいえ残っています。1回戦ってね、ラス抜けできたっていう感じで、そうですね、はい、それでもちょっとまたラス目に落ちちゃいましたけど朝倉さん、逆に言うと、まあ、手塚はラスを押し付けられた1回戦ですよね。そうですね、はい、ちょっと仕返しみたいな上がりになりましたけど、ドラーパーソーです。親の手塚が連チャンしています。1本場役牌の初を重ねました。手塚勇気は、掃除で2面2完成しています、うん、朝倉も着々とピンズが伸びているといった感じ。ドラのパーソンに急走がくっつきます。あ、3面チャンになるウーマンを引き入れました宮地。だから単品が貫通になりますが、ここはパーマンヒューマンと脅していく構え。そうですね、一応ピンズの本一は意識してますけど、はい、まあ関してカンドラ乗せてリーチっていうパターンも一応残してますよね。宮地四白をあんことしてここは数層切り、いいシャンテンです。ウーピンはつむぎりました。スッチーピンのパスを固定。今はつむぎり、もうマンズの伸びは見てないってことですかね。宮内はあロースを切った。これはもうほとんど本一に行きますよっていう。そうですね、このロースを切りはそうですよね。ジャンゾーは決して自分で三蔵以上と切ってるので自分にはあまり必要ではない牌です、うん、これ難しいけど宮内これどうする。リアンシャンって戻す手もありますよね。 3万切ったりして、まあ、これでまあチーソーを引いてもチーピンを引いてもまあ筋引っ掛けのリーチが打てるっていう。そうですね、ただドラがパーソーですから ね、 はい、チーソーの場合は決して強いマッチではありません。あとここで勇気が高めの数層を引き入れてイペコを完成してのリーチ。この3ピンが朝倉さんに貫通の3ピン、はい、そうですね、1イペコのサブローピンのリーチです。ユキ小さはきついですよね。あの時のローソーが残っていればまだ攻め返すことができましたね、はい、さあここでマンズが3面完成してここは白を切ります、うん、宮地手堅く打ってますね、はい、さあ桜はここはヤンゾー切り、ヤンゾーは現物です。結局本一に仕上がってもね仕掛けちゃうと安いんですよね朝倉さんの手配。サミヤチ天杯です。ここでリーチといきました。これは結構強気ですね、はい、数ピン切ってて結城さんの捨て牌にチーピンがあるってことですね、はい、拾えるんじゃないかっていうようなところでリーチといきました。さあ二軒リーチに対して朝倉この手牌どうするか。まずはノーチャンス、自分の目から見てノーチャンスのジャンピンを切ります。あ、ジャンピンはリーチ宣言牌で現物ですね。失礼しました。
朝倉チーマンを引いてここはトンの統一王としになります、うん、トンは川に1枚出ているので、ほぼ安全牌と。手塚もここで初の暗号としとなります。これは結構見どこ勝負どころになりましたね。チーピンの方が待ちの枚数は多いんですけど、はい、あこれで一緒ですね。1枚ずつ、はい、1枚ずつです、はい、この選択がねどうだったか。うん、あここで宮内が残り最後のローピンを掴んでしまいました。軍配は勇気に上がります。リーチイーペイコ2600は2900の上がり、うん、結果こう出ましたけどね、はい、パンチピンでリーチ打つのもね悪くはない選択ですよね。かなり強気なリーチではありましたね、うん、まあ、ただその意図がね、はい、もし周りからの出上がりを期待してっていうのはまだないと思った方がいいですよね。そうですよね。ああいう状況になると筋だろうがもう簡単には打たないよってなりますね。そうですね、はい、しかも今までのリーチに対する戦い方を周りの戦い方を見てる限りはそうなりやすそうですよね、うん、さあドラのシャアが統一で入っています。親の勇気3曲です。さて、はい、今日はカウンストを引き入れました。ローマンをアンコにします。しかしまあ勇気が上がりをものにするケースが非常に多いですね。そうですね、ここで本当に、はい、勇気ここで多発選択。ここは完全ピンを嫌っていきます。ここでね、勇気さんがもう一上がりすると、はい、もうかなり決勝に近づきますね。そうですね、ここで2連勝となると、まあ、1回戦のトップも結構大きめのトップだっただけに、はい、だいぶ差がついてしまいますよね、うん、そうなると周りが、トーナメントだと周りがもう勇気さんを逃がしてもいいやっていう風になってしまう、ね、そうですね、やっぱり2着の枠をみんなで戦う争う形になりがちですから。もちろん全5回戦なんでまだまだいろいろ波乱はあるとは思うんですけども、そうですね、まあまあできればそういった流れは作りたくない、うん、周りの三者になります。勇気の周りの、まあ、自分がそこに行くのが一番いいですからね、当然。まあそうですね、うん、だから勇気さんは今のうちにもう全開で行っちゃった方がいいのかもしれない、はい、勝負かけるなら 今の方がいい。最初の勝負どころっていった感じで、はい、ここで決めてしまえばだいぶ楽になるよっていったところですね。はい、そうですね。カンサンゾ引き入れて宮内手配がぐっと引き締まります。桜も9万をアンコにしました。手塚もここで天敗取らずとしましたね。ガンパーソンの天敗でしたか。普通の手代わりは待たないんだ、うん、急走切りでしたね。さあカンチソリさんも行きましたね、はい、勇気はドラをアンコにしてカンチソリチ、ね、ただいま順からなんだけど、はい、手塚がチーソーが浮いた形になってしまいましたよね。出る可能性ありますね、はい、ここでピンズを引いてしまうとチーソー切りで先輩になります。ここでもチーソーを切る可能性はあります。あ、ヤンマン切っていうので3万まっすぐ行くのは3万つもりですか。そうですね、現物はいそうだけ、はい、どうするのか。結局でも前順チーソー切りの方がね普通だったかなとは思うんだけどな、まあ、一通の目を残す意味合いではチーソー切りっていうのはありましたよね。そうですね、ローソー引きのピンフィーペーコーね、はい、それか天敗取って、はい、闇転しちゃう、もしくはカンパスのままリーチに打ってしまうっていうのも、うん、なるほど。ただまあドラが1枚も見えていない状況っていうのも、まあ、確かにな。でも今何3局でね、はい、トップ目ですからね、はい、この選択も急走切りも普通か。まあ、先ほど手塚ひとまずは中筋のローピンを切ったんですがまだイーシャンテンは維持していますので小さが出る可能性はまだ残っていますが、ああそうそう、この例えば連関係なんですけど、はい、あ連関係というか例えば結城さん貫禄ピンだった場合ですよね、はいはい、3579と思ってて、はい、50目に3ピン切ってるんですけど、はいはい、
その時にスーピンとパーピンの比較が何かあったのかなとか、うん、もしなければもしあるなら、はい、そのやっぱりリャンカンをこう例えばスーピンが薄いとかね、はい、そういう理由があったらこれもリャンカン系をちょっと疑っちゃっていいかなという。なるほど。そのローピンを切り出す時にカンローピンがあるとしたらこういうふうな。そうですそうです。1回戦の、はい、1回戦じゃないです、さっきの関連層の話と似てるんですけど、はいはい、選択した時点で、はい、何かしら川に情報があったのかなって考えるのがまず読みのベースかなと。あとこれ宮内がテンパを入れていました。ディアンスト単野をイーペイコーの、まあ、嘘が現物なので闇点と構えていました。2600上がり通杯は打ってましたけどね。うん、報酬者の朝倉オーラスーさん早くも、はい、すごい早いですね、はい、2回戦展開が。そして、現状トップ目が、手塚と、そして2着目に結城、3着目の宮内が親番になります。手塚さんどうしてもトップ欲しいんですよね。はい、1回戦目がラストでしたからね。はい、浦和ヤンマンです。でラス目の朝倉も、マンガンを積もれば3着ね、現状有機と1万100点離れています。こういう時に例えば手塚さんが逃げようと、まあ、仕掛けた時に、はい、朝倉さんがどうするかっていうのも結構見ものなんですよね。うん、今のターゲットは宮内さんだから、はい、宮内さんは3着ならこのままなら OK として、はい、手塚さんに緩く打つかとかね、そんなことが並びができてくるとそういう駆け引きが多分出てきますね。はい、難しいですね。この手上がる意味があるのかなって考えますもんね。まず朝倉からするとですね、はい、のみ手でね、朝倉としてはもうできれば打点が欲しいところだったんですが、手配は、安くて早そうな手、そうですね、あまり望んでいない手配が入ってしまっています。しかし全員手配が早そうですね。そうですね、うん、ぶつかりそうです。だから点数がないと結構ね制限がかかっちゃって、はい、不利は不利ですね。ゆきさん印象の点、はい、このままテンパイするとドラが出ていくような形でした。ゆきこの選択は単野を意識してますね。うん、さあ雪天敗ですが、うん、どうするか。ドラを切れば天敗です。ドラ切っていいと思う。あ、イーマン3枚切れなんですけどね。ドラ切っちゃって良さそうですけどね。なるほど。いいピン切りとしました雪。難しいな今のも。まあそうです、トップになるには打点がまだ足りない。ということですね。だからドラを使って上がりたい。そうですね。ただ上がりやす、あ、これドラ短期レジ打つかも。うん、あ、そうですね。これは一応最低限の条件。ただ3着なんですよね。はい、リーチ棒が出るまで待ってっていうのもあるんですよね。うん、例えばリャンマン積もっちゃったら、はい、まあどっか両面を切ってフリテンリーチを打つとか、はい、手塚さん折りやすくなりましたね。はい、まあ、積もってくれていいよっていう感じになっちゃいますよね。はい、攻めやすいのは今度宮内さんと、はい、宮内もいい手配になっています。朝倉もかなり迷いながらのリーチでしたよね。微妙だなっていう感じだったんでしょうか。結城これで転敗します。復活ですね。3万切ればイースーマンでリーチというのは、ただイーマンがもうありませんということはペン3万がないんで、はい、割と3万打ちやすくなったかもしれない。うーん、あ、リーチに関しては関係ないですね。まずは3万を切って先輩は取りました。うん、朝倉さんの条件なんですよね。はい、絶対高いじゃないですか朝倉さんのリーチは。結城さん打つと3着だっていうことがありますからね。はい、慎重になりますよね。そうですよね。しかも自分がリーチ棒を出すと満貫ツモで自分もまくられてしまうという状況ですね。今のままだと満貫ツモられてもまだ100点差で自分が2着、はい、となるとリーチも行きづらいですよね。で引くかな。
難しいですね、選択は。それでもイーマンがまだ2枚ぐらい残っていれば強気でリーチって選択もいけたかもしれないんですが、まあ、イーマンも4枚見えていて、まあ、押し切っちゃっていいと思う。まあいい、そうですね、早速いきましたね。朝倉の町であるデアンマンは残り1枚、ね、お、そしてこの数万をこれはつもぎり、うん、見事押し切りましたね。そしてニチボが出ていたのでこれで、2連勝、はい、手塚をまくって勇気が2連勝と。リチボが出ていなければ、今の2000点では変わらないんですが、リチボが出ていったおかげで、勇気からすると、まあ、ラッキーという言い方はあれですけど、かなり嬉しい。相当楽になりましたね、はい、さんは。そして、まあ、手塚は何としてもトップ取りたいところだったんですけどね、2着になってしまいました。はい、勇気のトップで2回戦が終了しています。